2番人気のジェラルディーナは、スタートで出遅れ、最後は追い込んできましたが、5着に敗れました。ムーアやらかしたな。パドックでかなり入れ込んでたぞ。発汗がやばかった。よく5着に来たよ。お母さんになりたがっている。G1 勝ったし、もう引退でもいいんじゃないの。いつもパドックうるさいけど、いつもにも増してうるさかったな。寒いのに汗かきすぎはロタ。去年はオールカマー勝ってエリジョ勝って有馬3着。もう当時の勢いはない。この馬は竹さんが合ってるよ。希少なんは竹。有馬記念がラストランかな。ラストランの有馬記念でジェンティルどんなするよ。ジェンティルも晩年勝てなくて、最後有馬勝ったんだったな。出遅れは想定ないだろ。負けても負けてもずっと上位人気だね。モーリス3区でよく頑張ったよ。モンディルどんな、お疲れ様でした。ネタ馬かと思ってたら G1 勝っちゃった。難しそうな馬だから同じ機種で継続騎乗にした方が良い。ピーク短かったなぁ。5着、ジェラルディーナ。ライアン、ムーアキッシュ。良いスタートが切れませんでした。もう少しペースが流れて欲しかったです。最後は外を回った分、距離をロスしました。馬は最初から最後まで一生懸命走ってくれました。